うん、よいしょ。今日はなんか安定しないですね。大丈夫かな。もう三脚がボロボロなんですよ。皆さんリンゴジュースを用意しましたか？リンゴジュース用意しました。まあ早いけど。もういいかな。皆さん、パッションフォーユーのレイ検査を目指して皆さんお疲れ様でした。そして1位本当にありがとうございます。乾杯。乾杯。あーうまっ、あーうまっ、乾杯。イエーイ。これは 100% って書いてあるけど、まあ本当に 100% なのかはわからない。嬉しい。改めて1位ありがとうございます。嬉しい。久々に1位っていう自分のなんかゲームとかで1位をずっと1位で入れたのを久々に見たなと思った。パッションフォーユーだとめっちゃ久々ですよね。1位、嬉しい。耳からうどん出てます。まだ撮影はしてないんで、あ、カラオケ、あ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 、や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 、カラオケ、よ、や、や、しゃ、や、や、わ、へい、へい、へい。からもうパッションフォーユーだと久々の1位。やった、ありがとうございます。嬉しい。撮影ね、どんな服なんですかね、楽しみ。ちゃんと髪色もね。暗めのネイビーに染めても撮影する気満々なので、こういう楽しみ。嬉しい、ありがとうございます。でもちゃんとね、なんか髪の毛もほんとめっちゃ切りたいって思ったんですけど、めっちゃ切りたいって思ってたんですけど、もうね、ちゃんと髪の毛も切るのもね、我慢して今頑張って伸ばしてるんですよ。でもなんか自分たちに合うようにコーディネートしてくださってるらしいので楽しみです。今本当に髪の毛切りたいんですけど、ちょっとさ、ずっとお団子してたからさ、もうわかんないんですよね、髪の長さが。あ、でも見て、巻いてるみたいじゃない。え、巻いてるみたい。くるんくるんだけど、巻いてるみたいじゃない。巻きすぎちゃってるけど、ぱっと見さ、ここだけ巻いてる人みたい。ぱっと見巻いてる人っぽくない？外羽とかじゃなくてめっちゃ巻いてる人みたい。毛先だけくるくるくる。そう、
なんかね、本当ね、ここの一番短い毛に合わせても切ったろうかなって思ったけど、いやでも例の撮影あるから我慢しようと思って何もしてない。いいんじゃない、わ、なんかワンチャン巻いてるように見えるわ、ワンチャン、ワンチャン巻いてるように見えるわ、ワンチャン巻いてるように見えません。まあ見えませんので結びますね。嬉しい、デイに出れるのが。髪色かわいい。なんかね、クマさん、クマさんとさ、まあ、撮影日は一緒なんですけど、だからクマさんと一緒になんか髪の毛を染めに行ったんですよ、この前。したらその時にクマさんが赤っぽい、なんか赤が、赤系が入ってるなんか服を着てて、で菅原は青系のスカートを履いてて、で髪色が菅原さんの時もあの赤系、赤系じゃない、青系、ネイビーにしてもらったんですけど、青を入れてもらったんですけど、でクマさんはピンクとか紫系を入れててさ、その時の、その時のなんか感じがめっちゃキキララだったなっていう、めっちゃ二人でキキララだねって話してましたね。そう、インスタのストーリーにあげてたやつ、キキララ。どんな感じになるかな、レイ。めっちゃ可愛かったよ、だって。ありがとうございます。お、明日美容院行くけん、まやちゃんみたいな色にしてもらう、お揃いだって。光が当たると少しぶ、まあ、今はでも結構でもブルー系、ブルー入ってるんですよね、自分の中だと黒ではないけどブルー入ってるみたいな。楽しみ、本当に楽しみ。痩せれてないけど楽しみ。ダイエット頑張るとか言ったのに痩せれてないけど楽しみ、イエーイ。だんだんネイビーに見えてきた。じゃあネイビーだと思ってください。え、わかります、ショールームでも、ショールームでもわかるってことは結構わかりますね。もう乾杯しちゃった、乾杯しちゃったけど、今来てくれたなら一応おめでとう、お疲れ様です、乾杯。ショールームでも青入ってるのわかるんだ。確かにパーカーと見比べたら違うか。菅原はなんかさ、今ナイトモードみたいなやつでオレンジにしてるから画面があんま分かんないんですよね。あんま分かんない。でも前回の、前回もネイビーにしたけど、またネイビーにした。なんかさ、昨日もぶっちゃけさ、ショールーム話したから、何喋ろう。でもパッションフォーユーでしょ。なんかさ、パッションフォーユーさ、菅原のさコンボみたいなの全然増えない、悲しい、悲しい。どうしたら増えるんだろう。菅原コンボ増やしてほしい。なんでないん、菅原。結構菅原クズズとかララちゃんとかユナの時もあるかなと思ったけど、全然なかったし、なんだろう、割と仲いい人としか写真、なんかさ、菅原写真撮る人結構まだ仲いい人が多いと思うんですけど、クマーヤンとかダメなんかな。うん、じゃあ今度もしアイヤさん、あ、アイヤライブあるから、アイヤライブの時に言おうかな。菅原のコンボ増やしてくださいって。確かに田辺もいいね、田辺とクマさんとナッキーさんと谷さんとか、それでやったらさ、菅原とさ、谷さんとナッキーさんとさ、クマさんだったらさ、平和組だよね。こんばんは、こんばんは。平和組、平和組あるよね。
言ってみよう、今度あったら私の増やしてくださいって。ゆうかたんともコンボしてほしい。なんのかな。まあでもゆずまやはもうありますよね。多分菅原が唯一あるのそれな気がする。コンボゆずまやじゃない。ドラに行ってないの。そう、ゆずまやはあるんですけど、名前がね、ゆずまやではないんですけど。あ、5人の時はあったんだ。なくなっちゃったんだ。悲しいですね。悲しい。まあ、5人でドラにっていうことを多分きっとあやさんも言いたかったんだと思います。そう、名前が違う。だから言うわ、今度お願いします、増やしてください。まあ、まずはクマさんとかナッキーさんとかかな。まあ、なんかこの今さ、この角度で見てるからさ、こういうショートにしてる人にみたいに見えません？またこういうこんぐらい短く切りたい。伸ばしたいんじゃないんかい。チュッ、見えるよね、こういうショット。懐かしい、やってたの。でもここまで短くなかったから。里加法みたい。みんな見間違えちゃうからな、髪型で。みんな髪型で見間違えちゃうからやめよう。切るのやめよう。頑張って伸ばそう。そんなこと、それあるよ。結構みんなあるよ。確かに去年のアイアライブめちゃくちゃでも嬉しい。去年のアイアライブアンコールしか出れなくてさ、もうずっと裏で見てたの。もうずっといたの、菅原ずっといたの。もうちゃんとみんなのリハーサルの時からずっといたの。ずっといたのにさ、もうみんなが、もうみんな、みんな、みんな踊ってなんかもずっと裏で、まあ、寝てたの、寝てたの。てかみんながメイクし、みんながライブしてる時にメイクしてたわ、すがら。寝てた、寝っ転がってた。けど今年はねフルで出演できるから嬉しいです。ありがとうございます。寝てたっていうか寝っ転がってた。まだ変わんないから寝てたもん、寝っ転がってたから。もうずっとずっと裏で待機してた。みんなが忙しそうな中、菅原はずっとのんきにメイクしてた。菅原の代わりに去年はあゆかがね頑張って出てくれたから、ありがたかったですね。今年は何しますかね。何の曲披露するかな。2日間ですもんね。2日間あるから。何人ずつ来るんだ。
ごめんねサマー。じゃあ菅原にこのこれ歌ってほしいみたいなのありますか？400くらいずつ、そんないるんだ。400ずつめっちゃ多いね。すごい、もっと少ないと思ってた。2日間でやるから。じゃあ200200ずつ、それとも300400ずつ。1日で400、そんないたんだ。めっちゃいるわ、びっくり。今回会場どこでやるんですか？あんま分かってないんだよね、そこから。まあでも今んところどうだろう。やってほしいユニット、代々木の山のホール。東京なの分かるんだけど、どこなんだろうって思ってた。当たってる人いるかな。新宿の南。ユニット、まあいっぱいユニット出るかもしれないし、出ないかもしれないし。当たってる人いるかな。当たってる人いないかも。いないかも。ユニット当たってる人いないかも。あ、そう、当たってるってさ、ユニット予想です。ごめん、そっちまだ菅の中で話終わってなかった、ごめんね。そう、ユニットの方。でもユニットは可愛いのもやるし、かっこいいのもやるよ。匂わせ。いろんな曲やるよ。全体を通してもいろんな曲やるよ。さあ、いるかな。皆さん、菅原はどっちが好きですか？かっこいい系ですか？かわいい系ですか？どっちも、うん、両方。どっちも好き。あら、ありがとう。セクシー系、あんますがらさ、セクシー系ってやったことないかも。なくね？なくていいけど。なくていいけど。
涙に沈む太陽はめっちゃ前。でもそんな私はセクシー担当じゃないから、やっぱ可愛い系担当だから可愛い系担当なんで、菅原だよ。可愛いはいたずらの手、指導士一歩みたいな感じですよね。バガババラダガレポティ、こんなこんなんじゃない、マリアはこれ。マヤちゃん、はい、嘘つきだった、今日はなんとか忘れた、フレフレフレ、タタ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 みたいな。はじめまして、菅原まやです。はじめまして、菅原まやです。でもちゃんとはっきり言わないとダメって言われちゃうから。はじめまして、菅原まやです。ツバ出た、ツバ。あ、めっちゃね、一時期超スルーザナイトのね、木本かのんさんのモノマネ超してたわ。はじめまして、菅原まやです。で、菅原が普通にさ、普通に言ったらさ、はじめまして、菅原まやですってなっちゃうんだろうな。わしはジュンクレ。ジュンクレってなんだっけ、純愛のクレッシェンドだっけ。スルーしようてて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 てみたいなやつだよね。こうやってめっちゃ飲んの肩入れるんですよ。エゴさんがやってまして、涙のこいつてててててみたいな。ちょ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 みたいな、ちょちょみたいなやつですよね。キラキラキラタタ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 タ、奇跡は間に合わないだろう、どうしたいつだってせっかちだ。クラスやって、クラスすがりやったことあるんですよ。クロスタタ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 タ、あっちこっち色をつければ、思い出衣装ってなんだっけ、
やばい、サビが全然出てこない、イントロしか出てこなくて困る困る困る。奇跡は間に合わないをやったことあるんですよ。知ってました？菅原、奇跡は間に合わないやったことあるんですよ。マジか、そう、全通で見れてる？これ見れてる？今これ見れてる？今今さ、一瞬今さ電話かかってきて、ゆずさんから。もう普通に今切っちゃった、ショールームしてるから。一瞬止まったかと思った、びっくりした。申し訳ないけど切っちゃった、ごめんね。ゆずさん、ショールームしてるの、誰か伝えてあげてください。抱きしめられたら、可愛かった。ゆずさん、ハーフアップ、あと何あるかな、ユニット。パジャマでドライブ、月明かりを、でってってってフィンランドミラクルもやったことあるんですよ。でってってってでって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 ジンジョー主義は、タタ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 タはやったことある、あれで、バックダンサーで。ひまわり、風に揺れてタタ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 タみたいな。ですからあんまりちょっとわかんない。テテテテポンテテ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 、ふふふ、アイドルだって呼ばないでみたいな。ハートと独占権もやったことある、ユナとやった。ユナ、菅原アップもやったことある。マジグローリーはちゃんと踊ったことないかも。お願いしてたカードチーパーみたいなやつですよね。隣のバナナはもう新聞のイメージしかないわ。バナナ小さいよなら、タタ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 、嵐の夜にロカルブボーイ。お示しってどんな歌でしたっけ。そっからー楽しみですね。ロールはちかさんがやってた。筋肉を触らせて、なんとかかんとかなんとか、背中から抱きしめて仲直りをしたいたら、もうやったことある、やったことあるんだよ菅原、意外と。スイカベイ、なんとかなんとかなんとか、無理よ、すがらあんなダンス踊れん。心の端のソファー、
まあ、ちょっとないですね。愛の色ってどんな歌でしたっけ。制服レジスタンスはもう舞子さんとピオスさんって感じ。虫のバラードはなおさんこの前やってたね。カップリングウィズのセッターみたい。うわー、もうカップリングはやることないでしょ。ひまわりもやったことあるよ。パジャドラはない。やばい、全然愛の色が出てこない。この前どっかでやった、全然出てこない。愛の色全然出てこない。怖っ。好き嫌い好き、私の心は肌裏だい。あ、炎がやってたやつね。炎のセンターおめでとう。そうだ、菅原はララバイ。ムカついてくるはやったことないです。トゥル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 トゥ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 ルルトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥル、わーうわーうわー。うかがびだだからちゃんとだるく。なげきのフィギュア、あの鳩ね、どんぐらい重いんですかね。あ、わしめに歌ってほしいユニットランキング1の鳩が歌うウイルス、歌っちゃった。歌った、どこで歌ったのすがら。あ、あれだ、ラグーナだ。スカヒラはやったことあるし、トゥーローズ。じゃあ誰とやりますか。菅原はトゥーローズ。はじめまして、はじめまして、菅原まやです。誰とトゥーローズします。似てるからゆずさん。カノが多い。お、エゴさん新しい。意外とカノが多かった、びっくり。ハタゴン、ハタゴンと一緒にいっぱい練習しようじゃん。カノちゃん多いわ、ビビるわ。こんにちは、こんにちは。楽しみだな。あともう12になるから、もうあと2日。いや、もうほんとあと1日ぐらいしか練習時間ないわ。あと2日あと2日ぐらいか。12やって13やって、 あと2日しかないです。やば、普通にやば。普通にやば。でも楽しみだって、ファンの人いるんでしょ。楽しみ。やばー、マジ。見どころいっぱい、見どころはいっぱいです。まあ何の曲とは言わないけど、まあ、今日アイアの練習とウルフェスの練習はしてきたんですよ。自主練、初めてやる曲もあるし、懐かしい曲もあるし、いいですねって感じですね。いいですねって感じです。そういう感じですね。
例えばどんな曲、初めましての曲もやるし、懐かしいってやる曲もやるし、あ最近あったねって曲もやるし、ちょっと前にあったねって曲もやるし、これはもう今アイアもあれもどっちも混ぜて言ってますからね、ウルフェスト。どっちも混ぜて言ってるから。全部いいってことですよ。いいってことですよ。盛りだくさんだぜ。イエーイ。覚えすぎてパンクしてない？でも今回はなんか振り入れとかがあるからなんかまだパンクしてないです。だから教えてもらったら全然入るんですよ。ちゃんとそのね12周年も先生言ったんだけど、自分で覚えることの方がメインだったから、そう12周年は振り入れがなかったけど、13周年じゃない、アイヤとかウルフェスにちゃんと、まあウルフェスとかもちゃんと振り入れがあるから、私今日はもう今日一日休みだったんですよ菅原。でね、今日めちゃ寝てやろうと思って、まあ寝たんですけど、やっぱねどうしてもねもう体が覚えてんのかわかんないんだけど、普通にね午前中に目が覚めちゃうの菅原。やばい、午前中で目覚めることだってなかったのにって、もうね最近午前中にね目が覚めちゃうの何回も。ああめっちゃ損してる気分になるの自分の中では。めっちゃ損した気分になる。まあ何度寝かしてるんですけど、めっちゃ損した気分になる自分だと。でもそうだから、うわ午前中に起きちゃったと思って、ちょっと寝れないんです、でもいや寝たい、今度休みだから寝たいと思って何度寝を何回もした。一番最初、多分みんなからしたら全然遅いんですよ、全然遅いんですけど、皆さんからしたらマジで遅いと思うんですけど、菅原が1回目は10時とかに起きて、10時前ぐらいに起きて、うわ10時前だと思って、うわ10時前に起きてると思って、やだあと思って、うわもう1回寝ようと思って、で菅原もさ普通にさ、もう普通になんか夕方とかに起きるつもりだったからさ、なんかもう5時とかにすがら目覚ましかけてたんですよ。で10時に起きて、でもう一回寝るじゃないですか、でもう一回起きて、もう一回起きたのがまあもう12時前とか12時、お昼前ぐらい11時40分ぐらいに起きて確か。で起きて、うわまた起きたと思って、何時寝たんだろう、何時で、でもまあ日付は確実に変わってたんですけど、
で、もう一回、うわもうやだやだ、午前中に起きるつもりないと思って、もう一回寝ようと思ってまた寝て、寝てもう1時過ぎとかに確か起きて、でまた寝てみたいなのめっちゃ繰り返しました。なんか自分の中ではもう本当にもうなんか やだと思って、やだ、なんでこんなに早く起きないといけないんだろうって、って菅の中ではもう今までは本当にさ、やっぱさ普通にもう午後に起きるのが普通だったから、午前中に起きてることがありえなくて、だからなんでこんな時間に起きなきゃいけないんだろうみたいな、なんでこんな早く自分は起きてるんだろうってなっちゃって、すがら基本的に寝てたい人だから別に予定とかもないし、だからって感じですね。外出もやっぱね、何があるか分かんないからそこまで、ね、できないですし、そう何もないからさ、私そのあんまり今まで寝てな寝れ、まあ、寝れてたんですけど、なんかその午後に起きるってことがなかったから、午後まで寝てやろうって思ってたのに。